国鉄予急線経過車は日本国有鉄道が1968年に製造した高速度対応の試作事業用化車である。昭和40年代初期、高度成長に伴う道路整備の進捗や相次ぐ高速道路の開通により道路輸送、特にトラックによる貨物輸送は著しい伸びを示してきており、この道路輸送への対抗や旅客列車の電車化による 速度向上に合わせて、今まで高速化には無縁であった、貨物列車にも高速化が要求されていた。その貨物列車高速化の先駆けとして登場したのが、アジュー系電気機関車牽引による高速貨物列車であり、その花形ともいえる存在が1959年、汐留梅田駅間において運転を開始した、日本初の高速コンテナ特急貨物列車、宝号であった。 コンテナ列車は、その高速性や直行便による到着日時の確実性から、荷主から好評を得て、増発や新設が行われたが、一方で、一般の貨物列車にも、同様の高速化が求められるようになってきていた。また、この当時高速列車に使用されていた1万系、高速貨車の緩急車は、コキフ1万型か、レムフ1万型しかなかったため、コンテナ列車と、 鮮魚貨物列車の両方に使用できる単独の車掌車が望まれていた。このようなことから二軸貨車の高速化を目的として、1968年に川崎車両と汽車製造で各1両、計2両が試作されたのが本形式である。本形式は二軸車で時速 100km の走行を可能とするために従来の二軸貨車の標準であった、 重ね板バネ指示の二段リンク式軸箱指示装置を一新し、新幹線0系電車の伊豆式に類似した一枚、板バネ式軸箱指示装置を採用して、高速化へ対応しているのが特徴である。本社の軸箱指示装置は、伊豆式と似た構造を持ち、軸箱を左右一枚ずつの板バネで指示しているが、軸バネについては、荷重の関係等もあり軸箱直上の一本とされ、 伊豆式の日本の軸ばねがある位置には案内塔が置かれている。車体は当時の標準的車掌車である予力線型にほぼ準じた構成となっているが、窓にはユニットサッシを採用し、長時間無停車の高速列車への使用が想定されていたことや、労働環境改善のために、新造された車掌車としては初めてトイレが設置された。また室内装置もトイレが設置されて、 室内スペースが減少したことや、車掌の乗務状況を反映して執務机、椅子も一人分、長椅子も二人分に減らされている。1万系高速化車に連結されることが想定されていたため、連結機こそ1万系のような空気、缶付密着自動連結機は採用されなかったが、元空気ため管引き通しと、電磁自動空気ブレーキのジャンパ線は設置された。車体の塗色は、当色黒。 後に、青15号に変更され、さらに走行試験後は、時速 65km 制限車を示す木1号の帯が巻かれるようになった。本形式は、二軸車高速化の期待を担って登場したものの、走行試験の結果は期待したほどの成果を上げることができず、その後車体色が黒から、青15号に時速 65km 制限車を示す黄色1号の帯を巻いた姿となり、 カシイカシに配属され、北九州地区で限定運用された。予給線については、その後走り装置を試作後、1987年形式消滅し、JR へは継承されなかった。2013年2月11日時点の姿本形式の内容9001は、用途廃止後も保存予定車両として、東小倉貨物駅にて保管された。その後、2000年に、 ふるさと鉄道保存協会に譲渡され、2002年7月28日より、同会の手によって、福岡県田川郡、赤村の源の寺位の森で、維持、保存されている。保存にあたって、車体色は青15号で、黄色体分けされた。2006年に全塗装がなされた際も青15号、一式となっていたが、2011年に再び、全塗装がなされ、 交代が巻かれ表記類も廃車直前の姿に戻された。ありがとうございます。